南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の五章の1343、五章の終わりの方ですね。1343、よいしょ、1343、よしよしよし、1343、よしよしよし、ちょうどこの鉛筆でカッコしてあるとこね。あ、そうですか。そっからね、はい、大事の方も1343の前から5行目、ですね、前から5行目、1343の前から5行目ね。はい、ちょっと長いですけど最後まで、読みますね。はい、最蓮坊御返事にのたまわく大事の訪問おば昼夜に沙汰し成仏の利をば時々刻々に味わう格のごとく過ぎゆき将来ば年月を遅れども久しからずすぐる時刻もほどあらず、礼せば釈迦他方二仏、達中に描座して、法華の妙理をうなずき、あいたまいしとき、50色光仏の人力のゆえに、もろもろの大衆をして半日のごとしと思わしむと意志がごとくなり骨生より以来父母主君等のご歓喜をこむり恩国の島に流罪せらるるの人我ながごとく喜び身にあまりたるもの世もあらじされば我らが居住して一条を修行せんのところはいずれのところにても将来上若光の都をたるべし我らが弟子旦那とならん人は一一歩行かずして天竺の霊山を見本布の若光土へ昼夜に往復したもうこと嬉しいとも思う申すばかりなし申すばかりなしあまりに嬉しく将来ば契約一つ申し将らは奇変の恩歓喜とくとくゆりさせたまいて都へおのぼりそうらば日蓮も鎌倉殿はゆるさじ殿とのたまいそうろうとも書店等に申して鎌倉に帰り京都へ訪れ申すべくそうろう
また日蓮先立って寄り添来て鎌倉へ帰り添らば奇変をも天に申して故郷へ返し立て祀るべく候ろ京京近現4月13日西蓮坊御返事日蓮花王南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経急にですね、寒くなってきまして、特に朝なんかですね、本当に冬みたいな感じで、ゴンギョしててもですね、指の先がこのチンチンに、冷たくなったり、ちょっとしきみの水を変えるときにですね、手がこわばったりするようなことが出てきましたので、まあ冬っていえばまあ当たり前のことかなと思うんですけども、十分ですね、体調を崩さないように、気をつけて、過ごしてもらいたいというふうに思います。さてですね、今読んだところの御所は大聖人様がですね、佐渡に流された時にですね、その佐渡に大聖人よりも先にですね、この流されていた、天台宗のこのお坊さんでですね、この西蓮坊という方がこのいたわけなんですね。で、佐渡はですね、島流しの中でもですね、この一番その重い、その思想犯ですね、国に対して意見を言ったということのこの思想犯がこの流される、ですから泥棒したとかですね、そういうような人がこの佐渡へ流されてくるんじゃなくてですね、そういうその幕府とのですね、この意見の違いによるいさかいによってこの罪をこの被った人がその送られる、大聖人もそうですけれども、佐渡の過酷なその環境の中でその衰弱して、その死んでくれればいいというような、そういうそのこのえげつないですね、今その刑務所はですね、刑務所に入ってもその人権というものがそのあって、その死なないように刑務所で病気になれば刑務所の病院にその入れて治療してくれるというようなことですけども、昔の処刑というのはですね、病気になったら病気になったでもそれで、おしまいというような、そういうようなもう人権も何にもない、もう罪を犯したものだから、幕府に逆らったものだから、そんなものは当たり前だというような、そういうその考え方だったわけですね。で、佐渡へ流されてるぐらいですから、そんないい加減な人じゃないということですよね。いい加減な人じゃないと。だけど大聖人の書いた書き残されたものの中には、なぜ西蓮坊が佐渡に流されてきたのかということは今となってはわからないですよね。で、西蓮坊は天台宗の坊さんですので、そのきっとですね、その比叡山でその争い事が起こってるわけですね、その時代にね。でその時の要するにその首謀者のようにその罪をかぶせられて、それでその佐渡に流されてきていたんじゃないかというふうにその思われるわけですよね。
要するに小物じゃないということですよね。その大物だということですよね。それから大商人よりもですね、この年齢が上だったんじゃないかというふうにその思われるんですね。で、当然ですね、まあ御書の中には書いてませんよ、御書の中には書いてませんけども、この大商人がこの佐渡に流されてくるっていうことは、そのもう先に流されている祭連坊はこの佐渡でその人から聞いて分かってるわけですよね。で、どうもこの日蓮というのはですね、この比叡山で修行をして、そしてこの南無法蓮華経の法でなければこの世の中の本当の平和というものは得られないんだということを、立正安国論というその国家勧業をしてですね、そしてそのことがそのきっかけになってですね、その辰の口で首をはねられそうになって、そしてはねることができなくてですね、その佐渡に流されてその来るんだというそのことをですね、もう祭連坊はもう事前に分かってるわけですよね。佐渡の普通の島の人が分かってるぐらいですから、祭連坊が分かってないということはありえないわけですよね。だからもう佐渡の人なんかもですね、もうそんなその日蓮なんてとんでもないやつがその流されてきたらね、その俺らの手で殺しちゃろうやと、幕府がその生殺しみたいにしてるんだったらもう死んだって構わないんだから、その夜中にその襲ってですね、その殺してしまおうやというそのことをこの佐渡の人たちはその思ってたわけですよね。佐渡は流刑地になってるにもかかわらずですね、そのそういうその人間が自分たちと同じ土地にその生きてるということはですね、その許されんというその怒りをその持ってたわけですよね。そうしたらですね、その祭連坊としてはですね、その同じ天台宗のこの修行をして、それでその修行した人間がですね、この流されてくるということを考えた時にですね、これはちょっとそのただごとじゃないなと興味があるわけですよね。その同じこの天台宗の坊さんでありながら、そういうその状況でこの流されてくると、ちょっと見てみたいもんだなというふうに思うわけですよね。だから当然私はですね、そのこの資料としては残ってませんけど、その塚原の三枚堂で起こったですね、その放論っていうところにもですね、祭連坊は言ってたと思うんですよね。言ってたと思うんですよね。そのやり取りをですね、その群衆の中にこの入って見てたと思うんですよね。でそのことを通してですね、その祭連坊はこの大聖人様にその接触するようにそのなるわけですよね。で祭連坊はその当時の天台宗のその真言宗もあれば、念仏南無阿弥陀仏もあれば、禅宗もあればというふうにして、もう天台宗はもう何宗でもそのござれというような、そういうそのもう仏教のごちゃ混ぜの状態のその中でこの何て言うんですかね、その存在しているわけですね。でその中で祭連坊はその修行して生活してたわけですよね。でそれを同じその比叡山で修行した日蓮は南無法蓮華経だけだと、その他のその南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛の真言宗、その禅宗念仏宗というものの今のこの天台宗を批判して、そして南無法蓮華経のみでその信仰というものを立てなきゃいけないということを訴えていると。これどういうことなんだろうとね。それでこの祭連坊と当然塚原の三枚堂か
その一の際に移ってからかも分かりませんけども、その交流がこの行われて、そしてその今交流というよりも話し合いですよね。この大聖人にこの祭蓮母が質問する、大聖人が答えるということで、このずっとこのやり取りがこのされていくわけですよね。その罪人同士ですけども、でなんで茶道の中でこうやって手紙がその書かれるかといえば、その当然そのやり取りだけではその賄い切ることができないことを、まあ、大聖人がその手紙に託してですね、その幕府の人間もその見てるわけですから、だからそんなにその長時間そのなんていうんですか、じゃあ今日泊まっていけやとかいうようなことはできないわけですよね。で頻繁に会えばですね、当然役人もですね、そのおかしいじゃないかと、その罪人同士が結託してんじゃないかというふうに思われますので、当然その手紙を書かなきゃいけない、そのことも起きてくるわけですよね。さあそれでですね、祭蓮母はですね、大聖人様と接する中でですね、そして自分がきっとその天台宗の中のそのゴダゴダのその、まあ、爪腹なのか、その責任を取らされたのか分かりませんけれども、この佐渡まで流されてきた、もうそれは坊さんなんだけど信仰の上で流されてきたわけじゃないわけですよね。その天下を要するに騒がせたというそのことだけで、要するに祭蓮母は流されてきたわけですよね。ほいでね、その今わかる範囲ではですね、大聖人よりも先に流されてきて、で大聖人よりも後にその許されてですね、その通算ですね10年か11年この祭蓮母は佐渡にその流罪人としてその生活してるんですよね。で大聖人よりもその年齢が上ですから、だからその、まあ、大聖人のような塚原の三枚堂っていうことはなかったでしょうけども、だけど10年からの流罪生活っていうことはですね、それは本当にその大変なそのことだったんじゃないんだろうかというふうにその思えるわけですよね。で大聖人もその大聖人は今読んだところの御所の最後のところにですね、その先に、まあ、あなたが許されてその京都へ帰ることがあったらですね、そしたらまたその私もその何かの都合をつけてですね、その京都にその行ってそのお会いしようとですね、で私がその先に許されることがあったらあんまりなんか希望はないような話ですけども、そしたらそのまあもしあれだったらあんたもその私のところにその訪ねてきたらどうかという、まあただ遊びに来るとかじゃなくて、この信仰者としてのその交流っていうものをですね、そのまた場所が変わったとしてもですね、そのしていこうじゃないかということがこの最後のところに書かれてるんですけども、まあこの時点においては祭蓮母が10年もこのここにいるとはその思わなかったですよね。で大聖人はもうこの襲来が来る、もうこの襲来っていうことのこの襲来がいつ来るかっていうことを幕府が知りたいということで、その死んでもらいたいために佐渡へ流したにもかかわらず、この大聖人を許してその鎌倉へ戻して、そしてそのなんていうんですか、猛虎がいつ来るか、そのお前猛虎に通じてるんだろうということで質問をする、もう大聖人は今年や来年中には必ず来るだろうということを言う。しかしその後大聖人は佐渡よりも過酷なその身延の山にその入ってこの行くわけですよね。だからそういうあれでもう本当にあったのはもうこの佐渡だけっていうことになりますよね。また会おうやっていうふうに言っても
もうこの佐渡以後にこの再連坊がこの大聖人にそのお会いすることができたということはないし、再連坊が最後どういうふうになったかということはその今残っているそのお手紙ではわからないということなんですよね。で大聖人のこのお弟子さんの中にはこの南明法蓮華経の法華経ということのつながりから天台宗のその坊さんだったという人がやっぱ多いんですよね。天台宗の坊さんだったということがね、つまり南明法蓮華経の法華経というものの教えのその基礎的なその勉強というものがもう天台宗の坊さんはできてますから、だからまあ、大聖人のその話をされる内容というものがその理解しやすいということもそのありますし、大聖人が比叡山でその修行してたということのその関係もやっぱり非常に強くそのあるということが言えるわけですよね。でさっき言ったようにこの大聖人と接する中でこの再連坊は自分がそういう天台宗のごたごたでこの佐渡に流されてきたんだけども、だけども自分の根本を成しているところの天台宗の教えが間違ってるということに気づくわけですよね。この自分は天台宗の僧侶としてのプライドを持ってその今まで生きてきたけども、だけどその元になっている天台宗自身がその南明法蓮華経もあれば南阿弥陀仏もあるというふうにその教えというものの根本がもう狂ってしまっていると、でそのことをこの日蓮大聖人は南明法蓮華経一本に正していかなきゃいけないというふうにその言っていると。これどう考えてもこの日蓮の言ってることの方がまともだということにこの再連坊は目覚めていくわけなんですよね。目覚めていく、そしてその気持ち的にはこの大聖人の信仰者、大聖人の弟子としてのその心というものをこの再連坊は抱いてこの行くわけなんですよね。ですね、そういうこの新人の縁というものが そこで生まれるわけですよね。佐渡へ流されて流人同士でそういうこの南明法蓮華経の縁がその結ばれていくと、すごいことですよね。本当にそんなことがあるのかなというふうに思うんですけど、そういうそのドラマみたいなそのことがその起こるわけですよね。さあそれでですね、その、まあ、難しいことは話しても、話があっち行ったりこっち行ったりするのであれなんですけども、一つだけこの集中して皆さん方にお話ししたいのはですね、この中にですねこういうことが書いてありますよね。一乗修行船のところはいずれのところに総来上若光の都たるべし、我らが弟子旦那とならん人は一歩を行かずして天竺の霊山を見、本布の若光土と昼夜に往復したもうこと嬉しとも申すばかりなし、申すばかりなしとありますね。大聖人の御所の中にはですね、その方便の教えとしてですね、その私たちが亡くなったらね、そしたらその亡くなったところにその日蓮は迎えに行ってあげようと、そしてその肩を貸してですね、その霊山にこの連れてってあげようというその表現のその御所がありますですね。それからその
それと同じように亡くなってからその霊山浄土でそのあなた方とまたまみえようやと会おうやというその表現もあるんですね。だけど本当の霊山浄土、本当の霊樹仙っていうのは大聖人のこの拠り所にした法華経っていうものの教えの成仏は即身成仏ですから、だから念仏宗のこの西方極楽十万の国土みたいにその亡くなったら西の方に向かって長い旅をしてそれで極楽に行こうやっていうふうにその歩いていく、どんだけ何時間がかかって何日もその日にちがかかってっていうふうにしてその霊山浄土にその旅として出かけていくっていうようなそういうようなその成仏じゃないわけですよね。その私たちがこの南無法蓮華経のこの信心の心というものを持ったその瞬間がその場が霊樹仙なんだと。それを要するに即身成仏っていうことはそういうことなんですよね。つまり死んでからその何日もかけて出かけていって霊樹仙にそのたどり着きましたと言うんだったら南無阿弥陀仏の極楽と何も変わらないわけですよね。だから法華経の中にはですね、三国荒野皆この霊樹仙なんだと。つまり山であろうが川であろうが荒野であろうが谷であろうが自分の今そのどんな過酷な場所であっても自分の住んでいるその場所において南無法蓮華経の信心の心というものを持ったその場がその霊樹仙なんだということなんですね。だから一歩も行かずして一歩も歩く必要のないそこに要するにその霊樹仙というものをこの見るということがその法華経のこの成仏なんだということなんですね。ということは生きている時も仏、死んだ時も仏ということですよね。生きている時も死んだ時もね。そして私たちがこの南無法蓮華経のその法というものをですねこの保つ時に昼夜を問わずと、昼とか夜とか明るいからこの見えるとか暗いから見えないとかそんなんじゃなくて、明るかろうが暗かろうが昼夜に往復したもうことですね。もちろん昼夜っていうのは朝の権行晩の権行ということもこの中に表現されてますけども、朝にこの霊樹仙にこの立った自分の心、夜にもまた霊樹仙にこの立ったこの信心の心っていうものをその感じながら南無法蓮華経の志を持ったところ、志を持った時間、全部霊樹仙なんだとですね。それこそが本当のこの信心なんだと。方便で大聖人が御所の中に迎えに行ってあげるよと、霊樹仙で会おうやというふうに、なんか死んでから行くような、死んでから時間が隔っててそういうことが実行されるようなことも方便では書いてますけども、この西蓮坊はもう天台宗の坊さんだから、だからもう方便はいらないわけですよね。方便一切なしで、要するにこの南無法蓮華経、天台宗の法華経の南無法蓮華経のこの信心の成仏っていうものは、この南無法蓮華経の志を持ったその瞬間がもう霊樹仙なんだと。どんな寝たきりの人であっても、寝たきりの
この体の中で南無法蓮華経の志を持った時に寝たきりでもそこが領受線なんだということをこの大聖人はもう直球でこの再蓮坊に何の方便もなしにそのこの示しているわけなんですね。だから一乗修行線のところはいずれのところにいても将来上若光の都たるべし我らが弟子旦那とならん人は一歩も行かずして天竺の霊山を見本土の若光土へ昼夜に往復したもうこと嬉しとも申すばかりなし申すばかりなしと。つまりね、二人とも佐渡の毎日毎日が寒さの中でその朝起きたら死んでるんじゃないかというようなそういう過酷な状況の中で生活してるわけですよね。だからなんでこんな辛い思いしなきゃいけないんだろうかって普通の人間だったら思うようなそういう生活の中でも南無法蓮華経の信心の心というものを保てばこの過酷な佐渡でさえもここが領受線なんだということをこの再蓮坊に言ってるわけですよね。これは綺麗事でも何でもなくて大聖人も同じその佐渡の厳しい環境の中に身を置いてるわけですから、だから綺麗事でもこのその場しのぎの社交辞令でも何でもなくてお互いにそういうその心で本当に南無法蓮華経のこの法華経今の天台宗の教えじゃなくて本当に南無法蓮華経の法を中心にしたその法華経の信心というものをお互いにしていこうじゃないかということをですね再蓮坊に対する励ましの言葉と法華経の本当の成仏の姿成仏の教えというものがそのどういうものなのかということをそのここに示されているということなんですよね。だから死んで成仏するんじゃなくて生きている時にこの南無法蓮華経のその心というものを保てるそういうその思いというものをこの強く持った信心をですねそのお互いにこのしていかなきゃいけないということをこの再蓮坊御所のこの言葉を通してですねこの自分たちの信心に置き換えていってもらいたいというふうに思うんですね。